ほいやー、レインボー池田です。インターネット大会公式大会ついに来ましたよ。これ2020年2月28日9時から始まってます。ちょっと早速行ってみたいと思います。今レートが1500で、あ、ちょっとチーム登録がまだできてなかったですね。僕のチームはチーム1、ジュラルドン、キリギザン、トリトドン、トゲキス、ミミッキュ、ウィンディ、こいつらでいきます。たどり着きました。僕は大会に登録するとバトルチームがロックしてちょうだいよ。行くぞ俺は。行く。これで勝つ。ボコス。世界をボコス。これで勝ったら夏に世界大会行ける。うわマジか、緊張するわこれ。来ました、最初の対戦。あって、セレナさんレート1487、一回負けてるねんな。なるほど。ニンフィア、バンギット、リオロンゲ、インテレ、シルバー、シルバリー、インテレオンで草の近い水の近いで来るやろ。これだからトリトドンは控えに出しておきましょう。うわハイエ選出。ジュラでジュラルドン、トゲキッスは投げていって後ろにトリトドンは必要で、相手トリックルームいないんでミミッキュでウィンディ本当は連れていきたいか。いやー怖いな。キリキザン置いてく、いいのキリキザン。絶対勝ちたい、絶対に勝ちたい試合がここにある。セレナさんよろしくお願いします。1日15回しかできひんね。レート上げていくしかない。このよいしょしょしょ、読み通りインテレオンシルバリーでしょ。だからこれ水の投げてくるとして、ここはだから一旦特防下げてく。いや怖いな。いいよな、行くよな、トリトドン。よしいけるいけるいける。これで水技吸い取りましょう。ただ草技持ってるから怖いんだよな。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫よ、頼むよ。一気ウルトラブル、ジュラルドンをねなんとか使いたかったんで、ちょっとジュラルドンで行きたいんですよ。俺はジュラルドンで行きたいんだ。ジュラルドン、僕は命の玉持たせてて、臆病にしてる。水の近いでしょ。やばい、これってでこっちを、あそうか、水吸わへんねや、トリトドン。ちょっとミスりました。オッケー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 、これ普通にミスりました。一旦こっちも、トリトドン方面に草技飛んでくるんで、一回ちょっともう一回トイキスに。で水技打ててへんから怖いよ怖いよ。なるほど、これはいいトンボよ、いいトンボよ。キョ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 、怖え。後ろ見とけばよかった。そっか、水の近い、水草は吸われへんにゃ。やばい、んでバンギーか。これは大丈夫、耐えますよ全然。オッケーオッケー、余裕余裕。これはいいいい交換ね。ダイドラ、これはさすがに落ちます。ありがとうございます。よしよしよし。でここで地面技ドリューズで飛んでくるのが怖い怖い怖い。おやすりおやすり、どれくらいかというとこれくらい小さー。でこれでこの指止まれで大スチルニンフィア方面、うん、でタスキ持ちないんで、でアイアンヘッドは一回僕あの半減身をトゲキスに持たせてるんで耐えます耐えます。で地面技向こう打たれへんやろ。これサイドチェンジの方が刺さる、してみるか。サイドチェンジでドリューズがジュラ、トギキス方面に岩技、もしくはジュラルド方面に岩技投げてきて
サイドチェンジいきましょう。さすがに、さすがに、はい、これでドリューズね。はい、オッケーオッケーオッケー。一回ドリューズの大スチルを耐えていきます。よし、これ緊張する。サイドチェンジでこれでジュラルドンと位置を変えまして、これで向こうの大スチル、ジュラルドン方面、お見事。こんなんは食らわない。で向こうは防御が1段階上がるんですけど、正直うちで防御使ってるやつは今回はミミキュだけなので関係ない。ハイパーボイス、これもね、はい、大丈夫です。 OK、 ナイスナイス。これで大スチルでさよなら、ニンフィア。よし、ナイスナイスナイス。よっしゃ、4対2の構築はできましたね。よし、ナイス。で向こうのドリューズの方が早いんで大丈夫。インテロン、これもね、インテレオン、ウィンディ連れてきてないから神速で落とされへんのか。これはもうさすがにでね、うんうん、で流星群外すん怖いんで悪の波動でしっかり落としましょう。あ、やべ、半減味プラス防御が1段階上がってるんでなんとか耐えます。これは耐えます。そっか、これだからドリューズ方面打ててたら強かったんやね。でここ数残しとくの大事やし、ひょっとしたら耐える。やばい、守っちゃった。やばい、全然ちゃう。もうちょっと思考が追いつかんくなってしまった。オッケーオッケーオッケー。これでね、一旦守ってダイアースで狙い撃ちされたのか。はい、ジュラルドンは仕方ない、頑張ってくれてめっちゃありがとう。でこれで向こうのダイマックスターン終わるでしょ。で3対2で、ドリューズから先にかな。いや、これでミミッキが落とされちゃったら終わりだから、これで向こうはどうしたいんだ。ミミッキは確実にトリクルーム打たれるから落としたいから、ドリューズはミミッキ方面にアイアンヘッド打ってきてる。そしたらミミッキ終わっちゃう。で、インテルの方面でミミッキに投撃数がこの指止まれで、ミミッキトリックルーム、これしか勝ち目ない。頼む。あー、勝った。オッケーオッケー。これで影打ち怖かったんですね。僕は実はね、影打ち採用してないんですよ。よしひるむなよ、絶対にひるむなよ、絶対にひるむなよ、ミミッキュ、絶対にひるむなよ。あれ、肩破りじゃない、あ、そうかそうか、バンギーおるから砂かきか。絶対ひるむなよ、ミミッキュ、頼む、絶対ひるむな、お願い。よっしゃ、これで向こうは先制技出ない。よし、まあ、これはもう安定でいきましょう。よしシャドウクロー、インテリア方面、確実に取り取って、よしこれ勝った、よっしゃありがとうございます。よっしゃ、ラッキー。嘘、
した。やったよ。一戦目 OK。ありがとうございました。いやー、いい試合でしたね。よっしゃー。よっしゃー。ありがとうございました。よし、チャンピオンシップ1戦目勝利しました。よしよしよし、これで連勝に連勝を重ねて、よっしゃ、行きましょう。声がらがら。セレト1468。オッケーオッケーオッケー。TG さん、ジュラルドン、石変人、ジジーロン、バンギ、トゲキス、コーリッポ。物理が多い。向こうは多分トゲキス、ジュラルドンの並びは一緒なはず。先に動けるジュラルドン、トゲキス、やっぱここはしゃあないな。同じ並びになったとしても、向こうはやっぱ大ドラグン打てないし、コーリッポに対しても物理やし、これトリトドンはいかなあかんかってなったら、ミミキュートリトドンよね。結局一緒かい。頑張るの？ほんま？行くで。緊張するわ。このな、大会って何？TG さんよろしくお願いします。わ、いいね、飛んでるね。ダンプ。あ、ジジロン眉毛濃いゆ。うわ、色違い。綺麗な。綺麗じゃないよ。行きましょう早速な。こんなんはジュラルドン先に行かんと。で、あれよな、また向こうもジュラルドンとかやから、ほら、この指よりサイドチェンジのが来そうな気がするな。行きましょう。うん、早い。大ドラグーン。ジュラルドンは特防がね、めちゃめちゃ低いんですよ。なんでジュラルドンに対してはジュラルドンの大ドラグーンよ。あ、しない。どうでしょう。 OK、 いいね。まずはな、これジュラルドン、さよなら。この先行逃げ切りもいいよね、ダイマックスして。俺はね、もうそうか、結構食らったか。でジジロンに対しても大ドラグーンはお刺さりいただいてますので、エスキュール、これはうーん、氷技でそんな向こうにで遅いでしょう。これは大スチールでぶっかましまして、うん、こうだ。物理技を打っていかない。さよなら。で、助け合ったら、ここで上げてって、助け合ったら、うん、うん、あ、これ、よし。で、マジカルシャインで、まあ、半分ぐらいいったらいいかな。結構いくね。逆上した、した。うう、強え。マジ。逆上強え。まあ、これででも3対2で、突撃室でジジイロン縛れてるんで、一旦これミミッキュからいってトリクルム打つような構えいきましょう。うん。悪くはないでしょ。悪くないでしょって言ってんでしょ。これはマジカルシャインで2人とも縛れてて、鬼火を打っていきましょう。で、大スチルで、突撃数上がってるから大丈夫かな。うん、チェンジダイマックスで突撃数ジーロン倒せて、石変人3分の1ぐらいで、これは鬼火打ってトリクルームトリトドン出して、これ2匹攻めでいけますね。入った。これめっちゃ強い。これはもうほぼ勝ちでしょう。うん、おろで、キードプラスシャドウクロで
半減味なんで大丈夫です。やっぱ鋼技打たれがちよな、トゲキスに。ダイスチルがやっぱ強い環境なんで半減味は大事ですね。で、やけどもビームも1段階、防御も1段階上がってますんで。さすがに。まあまあまあ、これはいいね。さすがに。オレンの実かい。オレンの実。オレンの実。オレンの実。なんかちょっと、まあ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 、そういう人もいます。で、焼けたでありがとうございました。2連勝しました。ちょっと長いことやっていきたいですね、この配信は。ありがとうございます。2連勝 See you next week、 バイバイ。よしよし、いい好調の出だしですね。もうこれ全部録画していくんで楽しみにしててください。